はい、皆さんこんにちは、サクヤです。さあ今回もですね、デイズゴン続きの方遊んでいきましょう。ですね、前回、墜落した飛行機にね、薬が乗っているという話を聞きましたが、現時点ではまだそこに行くね、マークが出ていません。で、おそらく地図見た感じだとこの辺かなって感じはするんですけども、この辺かな、ざっくりとそういう感じはしてるんですが、今のところミッションがまだ発生していないので、行けるところですね。ここ、引き裂くもの、行きましょう。なんか、デイコン、聞こえるか？あ、来ましたね。どうした、スキッド。前に話した件だがな、時間かかりそうだ。アイアンビュートの境界線を偵察して、リッパーどもの動きを確認しとく。ああ、何の話をしてるか、俺にはさっぱりなんだが。すっとぼけてんじゃねえよ、いいか。俺はリスクを負ってんだ、後悔させんな。とにかくまた連絡する。それまではせいぜいキャンプを手伝ってマイクに媚び売っとくんだな。ということで、今のところまだ連絡待ちですね。さあ、ジョブ割りですね。リーコン、よし、興味がありそうな話が。それはどうだろうな、俺は忙しいんだ。リッパーキャンプの話でもか。近くに引っ越してきたらしい。リッパーキャンプだと？どこだ？ああ、そう言うと思った。奴らに襲われたらしいな。そういや、最近ブーザーを見かけないが。どこだ、コープランド？セパレーションメドウの近くだ。フラッグのこと知ってるよな。物資の調達中に奴らのキャンプを見つけたと言っていた。ああ、わかった、俺が片付ける。ということで、リッパーのキャンプですね。そちらの方の処理をしていきましょう。ブーザー。レイクか。本調子じゃねえかな。今、コープランドに聞いたセパレーションメドウのリッパーキャンプに向かってる。リッパー？こんな北に？あいつら何が目的なんだろうな。アルカイによると、奴らは俺たちを狙ってるらしいぞ。それは今までイカれたスキンヘッドどもを殺しまくってきたが、わざわざ狙われるってのは。ああ、だよな。意味わかんねえ。邪魔だ。さあ、敵のキャンプ。フェアルには、敵のキャンプがあちこちにある。いずれも野党、リッパー、アナーキストなど、弱者を食い物にする人殺しや泥棒が集まるキャンプだ。まあ、制圧しましょうと。地獄へ導いてやるぜ。おっと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 、あ、いてててて、この武器欲しい、武器、お前の武器欲しい。ゲットです。欲しかったんだよね、これ。何が我を捨てようだ。ざけんな。何しに来やがった？よー、D、今どこだ？おい、スキッズ、変なあだ名で呼んでんじゃねえよ。おい、これでも俺はお前を助けようとしてんだぞ。こないだの話だが、お前は今すぐ動き出した方がいい。リッパーのいる境界線のことか。何しに来た？あれ、野郎ども。さあ、キャンプ終わりました。ホープランド、終わったぞ。ここのリッパーどもは全員片付けといた。おう、ディーゴン、助かった。マニーたちにも聞いたが、
キャンプのためにいろいろやってくれてるな。礼を言う、ありがとうな。じゃあまた。これって何でしょうか。これはこれは一体何だ。よー D、 今どこ。おいスキッツ、変なあだ名で呼んでんじゃねえ。おい。さあ、新しいミッションポーカーやるぜが、追加されました。ちょ、ラジオがうるさいですね。で、ミッション確認しましょう。これですね、やっぱりこの辺ですよね。ポーカーやるぜ。リッパーの領土に潜入して、鉱石材を盗む。おそらくここボスが、いるとこだと思います。というのも、前回かな、ネロのヘリが来た時に、調査してたちょっとでかい、フリーカーですね。あれがボスとして出てくるとこだったような気がします。ということで、こちらの方に向かいましょうか。多分ね、今のこっちのホットスプリングス行っても、同じように、ミッションがね、発生するだけだと思うんで、こっち行きましょう。よー、ディグ。リッパーどもはいたか。ああ、ブーザー。見つけた。やつら、俺たちを狙ってきたのか。さあ、ね、飛行にも殺されねえようにするので手一杯でいいな。悪かったな。手伝えなくて。ああ、気にすんな、ブーザー。またな。さあ、ということで、急いだ方がいいので、向かいます。わあ、立派。こんなところにいるんか？朝なるかな？おい、スキッツォ、聞こえるか？教会に着いたぞ。あたりに誰かいるか？いや、誰もいない。おい、時間はどれくらいある？何のことか分かんねえな。俺はこれから何人か集めてポーカーやろうと思ってんだ。本当なら見張り番のやつもいるが、今日は多めに見てやるさ。ま、きっと夜通し楽しむぜ。そうか、朝までだな。分かった、それじゃ。これだな。さ、では、現場に向かいましょう。バイクで行きます。リッパーのキャンプってこんな感じなんだね。絶対、まあ、雨降ってるしな。これなんかやべえのいる。なんかこいつやばくね、これ。待てよ。使います。あ、俺バイクが、俺のバイクが大丈夫か。さあ、車をします。もう自分のバイクに銃撃っちゃうってやばいね。待って、奥になんかいる。なんかいますよ。これ離したら戻っちゃうの。で、先にマーキングだけしておきます。さあ、完成。大丈夫、壊れてねえだろうな。大丈夫か、大丈夫かな。で、やつはちょっとやばそうなんで、やばいですね。普通にヘルメットかぶってるっていうことは、ワンパン KO ができない可能性が非常に高いと、そういうわけですね。ヘッドショット防止のやつですかね。これはまずいな。スナイパーが使えないと、それは厳しいんじゃないかな。ってなんか燃えそうだよな。
っと危ねえ。さあ死んだ。ということでバイクで行きましょう。目的地は表示されているのでそっちに行きます。うわスナイパーだ。ちょっと待って、スナイパー。スナイパーはねえだろ。おいちょっと待てよ、これ当てれるか。まず上のやつからいきますか。待って、サプレッサーつけてない、バカかよ俺。よし、オッケー。これライトつけたら見つかっちゃうよ。ディーコンバカじゃない。さあここに何があるのかなと。あ、飛行機ありましたね、部品が。ってことで抗生物質を探して見つけるということですね。あ、そうそう、さっきのヘルメットかぶったやついましたよね。あいつすごいいい武器持ってるんですよ、そういえば。なのでちょっと一回戻ります。戻りますと思ったら戻れん。あいつねマシンガン持ってたでしょ。ちょ、一回出ますわ。ちょっと一回出る。出れません。うわー、ちょっとすっかり忘れてたな、武器取ってくんの。そう、あいつの武器取ってくるの忘れたな。マシンガンすごいいいの持ってるんですよね。見ての通り、あのマシンガン持ってきてないので結構きついですね。刺してきたぞこいつ、やばくね。あ、ちょまずい。危ない危ない危ない。クラフトして、危ない危ない。あー、これめっちゃ強いじゃん。くそ、でもこのショットガンもだいぶ強いけどな。いた。アウチ。やべえぞ。ピタッ。あ、惜しい。いや、武器は強く助かりました。くそったれ、ダグダグな。近距離ショットガンやばいっすね。まあでマシンガンを持っていれば、あ、でこれトラップを仕掛けることもできましたね。抗生剤を探さないとな。いや、もうタイラント級リ、タイラント級ゾンビですね。さあ、ありました、これですかね。これだな。
で、これ積んで持って帰るですけども、多分それがきっと大変なんでしょうね。バイクこっちでしたっけ？なんか違ったような気がするんだけど。合ってるかな？いやー、帰りマシンガン落ちてたらいいな。あるかな？ブーザーが治ったら、あいつが言ってたように北に向かうか。リコ、落として。リコ、リッキーだよ。聞こえる？リッキーにバレたらまずい。ああ、リッキーか。なんだか声が途切れてて聞こえない。リコ、どこにいるの？今。悪いなリッキー、また後にしてくれ。あるかな、さっきのところ。この辺で仕留めたんだけど、いや死体消えちゃってるかな。 あったあった。これですよ、 MG45。 あー、連射性能高いけどって感じですね。まあ、ダメージが低い、まあ、連射性能高いだけっていう感じかな。ちょっと遊ぶかこれで。弾数少な。意外といらなかったかもしれないですね。さあ、これ何かがイベント起こるのかな。待て、あれはディーコンだ。援護しろ。奴らが戻ってこないか確認してこい。急げ。見つかった。ああ、残骸かな。残骸だと。ねえ、一体何があったの？リッパーが襲ってきたが、片付いたところ。リッパーが？なんで？嘘。やってくれたね。おい、なんだと？誰が守ってやったと思ってんだ。あんたじゃないことだけは確かだよね。話は終わりで。そう。で、何しに来たんだ？あんたを呼びに来たんだよ。アディがずっと探してる。なんで？おい、ブーザーは大丈夫か？知らない。さあ行くよ。ブーザーがどうしたんだ？さあ、アディがあんたを見つけろって。あんたたちがこっちにいるって聞いて不思議だったけど、理由が分かった。何のことか分かんねえな。墜落現場の遺留品でしょ。みんな知ってることだからね。あれはマイクがカルロスと交渉して一般の分け打って取引してたのにさ。笑えるな。なんだって？取引はデタラメだ。俺は見た。積み荷の半分はもうなくなってたぞ。取った奴らの足跡は南に向かってた。俺はずっとリッパーどもとやり合ってるが、奴らの言うことは一切信用できない。スキッツォみたいなこと言うんだね。分かった、医療品のことスキッツォから聞いたんでしょう。あ、なるほど。俺はスキッツォの使いっ走りってか。違う？じゃあなんで知ってんの？コープランドのキャンプでドリフターに聞いた。お前の言うようにみんな知ってることだ。あっそ、キッズはリッパーの揉め事を起こそうとしてた。あんたが来てラッキーって思ってるだろうね。ちょっと聞いてもいい？どうせ聞くんだろう。去年の冬あたり、あんた確か生存者を連れてきたのにマイクが報酬を払わないからって切れたよね。あれはそういうことじゃない。いや、はっきり覚えてるよ。アイアンマイクは奴隷商人とは関わらないって言ってた。おい、俺らは誰かを無理やり連れてった覚えはないぞ。じゃあタッカーは無理強いしてないの？どうかな。ねえ、あんた考えたことある？飢え死にしそうで疲れ切ってる人間があんたみたいな怖い人から逃げられなくなって選択の余地がないだけだって。あんた
たはそういう人を売ってたんだよ、クレジット欲しさに。誰にだって選ぶ権利はある。私らも働けない人をキャンプに受け入れるのは大変なんだよ。マイクがあんたみたいな人間じゃなくてよかったね。ブーザー、ブーザー聞こえる？頼むからもう動かないで。アディ、どうしたの？ブーザー、ブーザーを抑えてて。おい、アディ、何してる？聞いて、今すぐやらないと手遅れになる。何のことだよ。やめろ、切るんじゃねえ。おい、嘘だろ、そんなこと。ダメだ、そんなまでさせるか。いいから黙って聞いて。抗生剤でブーザーの命は助かる。でも腕は切断する以外方法はない。分かった。あんたも今すぐに力を貸して。さもないとブーザーが死ぬんだよ。分かった。アディ早くしないと。違う。くそ、分かった、やる。いや、ブーザーなあ、大丈夫か。おいブーザー、しっかりしろ。しっかり、分かった。おさえて。デク、デク、ほら、押さえて。ああ、分かったって。ああ、このままじゃ危ない。ダメだ、出血がひどすぎる。やめろ、死んじまう。ガーゼをちょうだい。ブーザー、しっかりしろ。おい、押さえて。大丈夫だ、どこ押さえりゃいい。いい子、とにかく落ち着いて。しっかり押さえるんだよ。お疲れ。頑張ったね。高校の時悩んだよ。うん、将来は機械技師になるか外科医になるかってね。外科医向いてたかも。ああ、D 君。俺なら平気。ブーザーの命を救ったんだよ。あいつはそんな風に思わないさ。きっと分かってくれる。ブーザーに点滴を打ってくるよ。どこで調達してきたのかは知りたくもないけど、あんたの薬のおかげでたくさんの人の命が救われる。あっちを手伝ってくる。マイク、落ち着けよな。ディコン、出てこい。勝手な真似をしたな。ブーザーを助けるためだ。マイク、いいだろう、済んだことだ。そんなことは分かってる。ブーザーはどうだ。分からない。リッパーはお前をここまで追ってきた。カルロスがこのことを知ったら恐ろしいことになる。カルロスなんて知ったこっちゃねえ。いいか、お前のせいで大勢死ぬかもしれないんだぞ。それを分かってるだろうな。お前はよくやった。マイク、待ってくれ。はい、まあブーザーの腕を切り落としてね、しまうことはまあ予想はできたんですよ。ですけども、まあこのタイミングだとはね。まあ死ぬよりは全然いいかと思うんですけども、まあ結構ショックでしょうね。はい。ということで、今回はキリがいいので、ここら辺にしてね、また次回遊んでいきたいと思います。いやー、これからブーザーがどうなってしまうのか、非常に楽しみですね。はい、よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次回の Days Go On でお会いしましょう。今回はこの辺で。